立国境は火葬葬儀場は緊迫状態当局は追悼式行わず習近平は黒ウサギが清流の穴に入るのを恐れているのか大晦日を休日にしないことから推測各位观众大家好、今日は17月3日、星期五欢迎收太疫情最前線、アイザック。 中国共産党、中共の李克強前首相の遺体が11月2日、北京市で火葬されました。通常、中国では死後7日後に火葬されますが、李前首相は2日で火葬されたため、異例な事態です。北京当局は厳重な警備を敷き、共産党幹部らが埋葬される北京の八方山葬儀場に事前に大量の警察官を配置し、治安維持と通行人の身元を確認しました。 葬儀は簡素化され当局による追悼式は行われませんでした10月27日68歳の李克強前首相が上海で急死し遺体は同日専用機で上海から北京の301病院に搬送されました 301病院は中国人民解放軍総委員とも言いい軍の系列病院や中国国内の病院ランク3級校の中でも最高位の病院です火葬の前日葬儀場の周辺は交差点ごとに警備員が配置されパトカーが止まっていました さらに私服警官が通行人の身元を無作為にチェックし近頃イベントがあるので周辺は規制されているから勝手に出歩くなと告げました台湾メディアの記者は現場で葬儀場の外の雰囲気が深刻なことに気づきました周辺の交差点には多くの中京公安と武装警官が立っており中では黒いジャケットを着た多くの人が行き来し集まって話し合っており すでに会場の設営を始めているようでした。葬儀場に隣接する八方山革命公募でさえ一般人の立ち入りは禁止され関連証明書がなければ入ることができません。李前首相の政治的評価について中共政府は立国教を中共の傑出したプロレタリアの革命家で政治家だ、卓越した指導者と評しています。これは李鳳元首相の評価と同じです。 李前首相の遺体は、これまでの中共の正国級指導者の葬儀ルールに則り、北京の八方山革命公募で仮装され、告別式が執り行われます。正国級とは公務員を10クラスに分けた最上位のレベルで政治局常務委員に相当します。 李鳳万里強跡など元中共全国人民代表委員の葬儀には習近平をはじめとする中共指導者が告別式に参列しました通常の慣例では革新の人物を除き聖国級の高官の追悼式は行われず葬儀委員会も配置されません李前首相の死は当局を緊迫させています 中共は大規模な追悼が民衆放棄につながることを恐れて世論統制を強化し国民の動きを監視しています北京は大気汚染を口実に10月30日から11月2日まで交通規制を宣言し北京市民は外出を控えるよう求めました 同時に小中学校中等職業学校幼稚園には屋外活動を適宜縮小または中止するよう命じ建設現場や企業には緊急措置を取るよう命じました立国強前首相の急遽などでは地元当局は人々が喧嘩するのを止めはしなかったもののいわゆる社会秩序を維持するために多数の警官や私服警官を派遣しました 監視と脅しの意味合いがあることは明らかです一方民間では追悼の波が広がり続け大勢の人々が急遽に献花に押し寄せ周辺の道路は花の海と化しましたこれは追悼の機会を借りて中共政権に対し怒りを表しているとも分析されています中国の有名な作家である母楊節孫氏は10月29日 X 旧 Twitter で次のように示しました 立国境が追悼に値するかどうかも一つの問題だが人々が追悼を通して何を表現するかは別の問題だ彼を追悼するという名目で数千万人もの人々が街頭に出た時もはや彼が誰であるかは重要ではなく重要なのは人々がなぜ街頭に出たかだその一方で死因をめぐりさまざまな憶測が飛び交い続けています 特に中京中央弁公庁の再起主任がこの件において取って代わることのできない役割を果たしているからです再起主任が率いる中央弁公庁は中京帝国級の引退指導者の生活医療警備を担当しています 元新華社通信記者で中共党員の胡漫明氏は10月30日公開書簡を発表し当局に対し遺体の火葬をやめるなど4大要求を掲げまず立国教の死因を究明し元凶を探し出すよう求めましたネットユーザーの大半は公開書簡の訴えに同意しましたが中共に期待しない人もいました 中共が劉少奇林平張志陽ら重要な国家指導者をどのように扱ったかを振り返ると立国共の死因究明を求めるのは全く不可能だとポストする人もいました時事評論家の関千雲氏は11月1日機構で次のように分析しました胡晩明氏の意図は立国共が党の政敵に殺されたとほのめかすことだ しかし古氏は矛先を習近平に直接向ける勇気はないため聖訓則、君主の側近を排除するの方法を採用しまるで再起に矛先を向けているようだもちろん古氏が他の人物に矛先を向けている可能性もある実際はっきり言えば立国教は中教という党に殺された最後のニュースです 最近中共は2024年の旧正月の大晦日を法定休日から外すことを発表しましたこの発表は様々な憶測を引き起こしています専門家の分析によれば大晦日の中国語「中止が「週」を取り除く意味の中止と発音が同じであるからだといいます習近平は予言を本当に信じており ウサギ走りて清流の穴に入るという予言が自身に起こることを恐れているため大晦日をなくしこの予言から逃れようとしているといいます中京国務院は10月25日2024年の法定休日を発表しました法定休日には2月9日の旧正月の大晦日が含まれておらず2月10日から17日まで8日間の休暇が設定されています この通知が発表された後多くの人々から非難の声が上がりましたネット上で大みそかを意味する「中止」と「中止」の発音が同じで縁起が悪いため当局によって大みそかが休日から外されたという情報が広がっていますかつて遠征街が定位についた際も同様のことがありました 旧正月の終わりを告げる現象説の現象が、円を消す意味の炎症と発音が似ていることを忌避し、現象説を上限説に解明しました。しかし、円生外はわずか82日間しか皇帝として在位せず、その後退位しました。 実際早くも2013年習近平が国家主席に就任した最初の新年の際同じことが行われようとしていました中京国務院は大晦日を法定休日から取り外し過去の大晦日から旧正月の2日目までの休日を旧正月の1日目から3日目に変更すると発表しました この発表は当時中国の民衆から強い抗議を引き起こしたため当局はこの規則を強制的に実施しませんでした10年後当局が再び大晦日をなくしたことで論争を巻き起こしています中国問題の専門家の唐公主は自身の番組世界の十字路でこう指摘しました 再び大晦日を休日から外したことを通じて、習近平が中止の発音が不吉だと非常に気にしていることがわかる。中止は非常に縁起が悪いように聞こえる。投稿士はこう分析しました。習近平は大晦日の休日を取り消すことが民衆の怒りを引き起こすことを承知の上で依然としてこれを行っている。 理由は彼が超自然的な力を信じており予言を信じていることと関連すると考えられる最近権威ある情報筋が大紀元にこう明かしました習近平は予言を本当に信じており身近には習近平に助言しているとされる後人がいると伝えられているそのため習近平は暗殺から逃れるために頻繁に雲隠れをしている ロケット軍の粛清も予言と関連があるとされている民間の予言書であるスイハイズの第46章にはこう記載されています章に曰く身に弓を帯びる一軍人ありただ言う我は白髪の大きななり当辺門の裏金剣を付す有志拷門より低級に入る また戦に曰く万人死せず一人逃れがたし投稿氏はこう述べていますこの部分の予言はまるで宮廷政変や軍事クーデターが発生し皇帝が暗殺されることを暗示しているかのようであるまた中京のロケット軍はしばしば休戦のたとえを使用して自己宣伝している そのため習近平はロケット軍の上層部を一斉に粛清し心配事をなくしたさらに水拝図の第43章には宮廷製片が発生する時期も予言されています「黒うさぎ走りて清流の穴にいる欲を尽くし司かさざるを解くべからず」と記されています ここでの黒うさぎはうさぎの年すなわち2023年を指しまた来年の2024年がたつ年竜の年であるため投稿主はこの予言に従えば宮廷政変は今年と来年の間に発生する可能性があると考えていますまた欲を尽くし司さざるを解くべからずという部分について投稿主はこう解釈しています これは現在の支配者または中共政権がこの宮廷政変のため完全に消滅するのかどうかを示唆しているこれは天気であり変化がある可能性があるため水拝図では予言してはならないと書いているのだ東稿氏はこう推測しています習近平が公人の助言があったからこそ大晦日の休日を取り消した可能性が高い これにより、江戸の動物から逃れ、年を迎えずに済むことができると考えているのだろう。投稿紙はまた、習近平は、黒うさぎが清流の穴に入らなければ、天と地、人々が変異し、 その結果として水イハイズの予言が発生しない可能性があり、習近平は宮廷政変を免れるかもしれないと信じている可能性が高いと述べています。今日嘅疫情最前线就到呢度、多谢各位收睇、守護真相绝对唔会放棄我哋嘅堅守需要大家的大力嘅支持、更加需要大家订阅我哋 patreon、我系 Zack、下次再同大家見面。Hey, I told you enough of that. but look this is different it's gongjing world